はい、どうも、リンゴです。今回は新しく届いているオートグラフ紹介します。前回はですね、こちらのツインシーズコミックスから届いたシムリュウのサインを公開しましたが、同時に届いているサインがありまして、それがこちらセバスチャン・スタンですね。MCU のキャプテンアメリカシリーズのバッキー・バーンズ役、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーやエンドゲームでも登場し、去年はですね、ディズニープラスで配信されたオリジナルドラマファルコン&ウィンター・ソルジャーでもバッキーを続投しておられましたね。去年ですね、シムリュウと同じくエースユニバースにてプライベートサイン会が開催されました。オフィシャルピックスやツインシティーズコミックスなどから注文でき、こちらもですね、ツインシティーズコミックスから1枚注文しておきました。ちょっと拡大して紹介していきます。こちらセバスチャン・スタンの直筆サインですね。キャプテンアメリカウィンターソルジャーの、キービジュアル写真を印刷して、センドインにて注文しました。パーソナライゼーションも追加しておいたので、僕の名前入りで、黒色のペンで、サインが書かれています。ここにですね、書いていただくようにあらかじめ、リクエストをしておきましたが、その通りに、サインがなされております。10ドルでですね、照明もつけれたので、左下のところに、ベケットのですね、ホログラムシールもつけていただいてます。価格はですね、サイン単体で195ドル、パーソナライゼーションがプラス100ドルで、照明10ドル、合計ですね305ドルにて購入しました。セバスタのサインは本来なら東京コミコン2018で書いてもらうつもりだったんですが、チケットもですね、買ってたんですけど、来日キャンセルとなり機会を逃したままでした。2019も当初はコミコン参加すると言われておりましたが、撮影スケジュールの影響でまたもや中止となってしまって、プライベートサイン会という形で再びチャンスが来ましたので、今回、サインを申し込みました。まだですね、来日して撮影会やサイン会というのは、なかなかハードルが高いかもしれませんが、いずれ来日される機会があったら、今度は直にお会いしてみたい俳優です。今度は撮影会のチケット買えたらいいかなと思います。去年ですね、エースユニバースでクリス・エヴァンスに宛名入りのサインを書いてもらえたので、スティーブとバッキー2人のサインが、揃うことができました。この絵を拝みたかったので、今回パーソナライズ追加したんですよ。サム・ウィルソン役のアンソニー・マッキーですね、こちらのプライベートサイン会がオフィシャルピックスとギャラクシーコンで開催されるので、もう開催されたかもしれない。サインの予約を受け付けていたので、センドインで僕は注文しました。お二人ともパーソナライゼーションつけたので、宛名入りでサインを書いてもらう予定です。そちらもですね、届き次第また動画にしたいなと思います。ということで、今回はセバスチャン・スタンの、サインを公開しました。では今回はここまで。じゃ、またね。